パーソナルトレーニングジム富士大阪専属パーソナルトレーナーの木川和也と申します。4年生大学在学中にパーソナルトレーナー養成スクールに入校し、スクールと大学を卒業後にフィットネスクラブ運営会社のジムスタッフとして就職しました。その後お客様とマンツーマンでトレーニング指導をしたいと思い、パーソナルトレーナーを目指そうと思い、ここフィス大阪に入社しました。大学在学中に趣味としてトレーニングを始めましたが、体のことへ知識がなかったためにトレーニング中に怪我をしてしまいました。その後は整体などに行って回復しましたが、これを機に同じようにトレーニングをしていればまた怪我をしてしまうと思い、参考書などを購入して体のこと、トレーニングのことについて学び始めました。そして体のことに興味が湧き、お客様に安全で効果的なトレーニングをしていただきたいと思い、パーソナルトレーナーを目指そうと思いました。お客様とマンツーマンでトレーニング指導をするので、お客様と会話をしたりして、楽しく毎日仕事ができています。ただ単にトレーニングのフォームを説明するだけでなく、お客様のフォームの癖や体の使い方などを観察して、安全で効率的なトレーニング指導ができるよう心がけています。怪我をさせてしまっては元も子もないので、安全なトレーニングのフォームが説明できるよう心がけています。一人一人の食事の好みや生活リズムは違うので、それぞれのお客様に合った食の好みや生活リズムを考慮して、できるだけシンプルで分かりやすい食事指導を心がけています。トレーニングを始めて肩こりがなくなったや、着れない服が着れるようになった、フィットするようになったなど、日常の中で嬉しい変化をお客様が笑顔で話されているときは、自分も笑顔になりますし、またもっと頑張っていこうという気持ちになります。お客様へのトレーニング指導はもちろん、モチベーションの上げ方やカウンセリングなどもトレーナーはしていかなければいけません。その点でトレーニング以外のことでも勉強しないといけない部分はあるので、その点がすごく難しいと感じています。非常にアットホームな雰囲気のジムだと思いますし、どなたでも気軽にトレーニングに入っていくことができると思います。また初めての方でも硬くならずに楽しくトレーニングができるジムだと思います。誰にでも当てはまる食事方法やトレーニングはなく、一人一人に合ったメニューを考えていく必要があります。フィス大阪ではお客様一人一人に合った食事指導やトレーニングを提供させていただいておりますので、何から始めていいかわからない、トレーニングが不安だという方はぜひフィス大阪に無料体験の方にお越しいただいてご相談ください。